分かった気になれ。明治9年にイタリアから日本に美術学校の教授として来たアントニオ・フォンタネージですが、彼の作風はカミーユ・コローやフランソワ・ミレー、また同ビニ、ラヴィエなどといったバルビゾン派に所属しています。彼自身はイタリアの近代風景画の巨匠として高く評価されている人です。そんな彼が日本に来て洋画油絵を日本人に広めています。彼の優秀な生徒の中には高橋雄一だけでなく浅井中、小山翔太郎、五瀬田義松、山本芳水らがいます。補足、フォンタネージは正確にはバルビゾン派ではありません。その村や周囲の自然を描いていませんが、コローに会って以降バルビゾン派的な作品を描いています。